レオポルト・ヤンソ1875年1月25日、ウィーンは、ボヘミアの作曲家、バイオリニスト、教育者。作曲家としては、室内楽やバイオリン独奏曲を手掛けた。少年時代から教理で、バイオリンの指導を受け、ブルノで、一般教育を終えた。1817年に、ウィーンに上京して、邦楽を学ぶが、間もなくヤン・バツラフ・ボジーシェクや、 エマヌエル・フェルスターから作曲の指導を受ける。1823年にブラウンシュバイク管弦楽団に入団するが、1824年にはウィーン宮廷管弦楽団に入団している。1834年にウィーン大学の教授と音楽監督に就任。1834年から1850年まで様々な弦楽四重相談に参加した。 シュパンチヒシジュウ相談の同卒者、イグナツ・シュパンチヒから第一バイオリン担当を受け継ぎ、カール・ホルツやカール・トラウゴット・クバイサー、ヨーゼフ・リンケと活動を続けた。1845年から1848年まで、ウィーン・ラクユー協会ホールでシウソウの夜会を監督した。1847年から1848年まで、ウィーン音楽院でバイオリンを指導した。 1848年のハンガリー革命に、肩入れするロンドンの演奏会に参加した結果、ウィーンでの地位を失う。1868年までそのままロンドンに、教師として登留し、同年の大社で、ウィーンに戻った。1871年に、以前の地位に復帰している。主要な門人に、ビルマネルーダとカール・ゴルトマルクがいる。ありがとうございます。